皆様どうもごきげんよう。一般顔の視点で仏教や仏像をよりよく生きるためのヒントとして発信している仏像オタクニストのサリアです。突然ですが、皆さんは今まで何かを諦めたことはありますでしょうか？大きいことから小さいことまで何かを諦めた経験、または諦めざるを得なかった経験などあるのではないでしょうか？諦めるというとですね、何か悪いこととか避けるべきこととかネガティブなね印象を持たれている方も多いんじゃないかなと思います。しかしですね、実は諦めるという言葉はですね、もともと仏教用語なんですね。仏教用語でもあり、私たちが普段使っている意味とは実は全く違う方向性の意味を持った言葉でもあるんです。普段私たちが使っている諦めるという言葉の意味はですね、望んでいたことの実現が不可能であることを認めて望みを捨てる、断念する、英語で言うとギブアップという意味になります。なんですけれども、仏教ではよく諦める、この定というようなね読み方をする言葉が用いられているんですけれども、この定、諦めるという漢字はですね、サンスクリット語でサトやサティアというふうに言ってですね、意味は真理とか道理とか、まあ、正しい道とか、そうあるべき本来の道筋というような意味になるんですね。さらに詳しく言っていくと、この定という言葉にはつまびらかに見る、聞くという意味も付随しています。定観というね言葉もあるかと思うんですけれども、これはですね、明らかに真理を見る、または物事の本質を何の偏見もなくエゴを通さずに見るというような、意味、ニュアンスになってくるじゃないかなと思います。この物事の本質を正しく見るというのはですね、悟る上で最も大切な視点と言われている正見、正しく見ると書いて正見という、悟るための8つの方法である八正道と呼ばれるものの中でも一番大切だと言われている物事の受け止め方、感受の仕方にもつながってきます。つまり物事の本質を明らかにできる、ありのままの姿で見て聞くことができる人は、おのずと正しく諦めた状態イコール悟りという心の状態になっていると言えると思います。明らかにするイコール諦めるというと、ちょっとダジャレ的にも通じるところがあるんですけれども、本来の諦めるというのはですね、実はとてもポジティブで前向きなことなんですね。ではどういう諦め方がポジティブで、どういう諦め方がネガティブなのかというね、今回はそれらを整理していきたいと思います。例えば結婚、私も人事ではないんですけれども、例えばですね、ずっと頑張ってきた仕事に限界を感じて疲れてきたので、この辺で諦めて結婚に踏み切る場合と、もう一方、仕事もやるだけやってちょうど結婚したいなと思った時に賜ったご縁を諦めて結婚するという、この2つの場合があるとします。どちらにも共通するのはですね、結婚をするというアクションと仕事の切りをつけるというタイミングの部分かなと思うんですけれども、この結婚することという意義をですね、どこに置くのかというところで、結婚後の認識が得る、そして失うという正反対のものに変わってしまうんですね。で、これ前者の場合だとですね、明らかに逃げが前提になっていますよね。これね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけれども、結婚をするだけで今より楽ができる、または今よりもっといいものを得られるのではないかというね、期待の心理が隠されています。なんですけれども、後者の方はですね、何も求めていないんですね。たまたまそういうタイミングだったからという、結婚というものにいい意味で依存をしていないんですね。これが前者の場合だと、期待とか依存の数だけ後々こんなはずじゃなかったというね、苦しみに変わってしまう可能性がね、大いにあるんですけれども、後者の場合だと最初からゼロベースなので、苦しみに変わる要素すらない、期待や依存の数だけですね、割り切るポイント、正しく諦めるポイントというのを見つけることはね、やはり難しくなっていきますよね。でも後者の、そういうタイミングが来たから受け入れた、たまたまそういうタイミングだったからその流れに身を任せたみたいなことであればですね、そこに感情の振り幅も生まれずに、何も求めてないゼロベースだから、当然失ったと失望することもないんですね。もちろんね、どちらもご縁に感謝する、結婚とかね、人の出会いそのものに感謝するというのはもう大前提の
話なんですけれども、こんな風にですね、諦めるには実は2種類あることがお分かりいただけたのではないかなと思います。最初にね、英語で、言ったんですけれども、英語だと最初にも出したギブアップはですね、イコールゲームオーバー的というか頭打ち、そこから先にはもう進めない、八方塞がり感のある諦めるっていうところに該当されるんじゃないかなと思うんですけれども、もう一つの諦める、これはですね、英語にするとクリアアップになると思います。これはですね、クリアできたから、もしくはクリアできなかったとしても別のステージに行った方がいいということが分かったというですね、とにかくネクストステージ、次のステージに行けるという意味の諦めるというニュアンスになってくるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、クリアアップにはですね、晴れるとか病気が治るとか、あとはね、問題を解くとかの解くというね、意味などもあります。ここでですね、過去の諦めた経験、皆さんもね、大なり小なりあるかと思うんですけれども、その諦めた経験の中でですね、ギブアップの方だったのか、クリアアップの方だったのかね、どちらの諦めるだったのかということをね、ぜひチェックしていただきたいので、実はですね、私なりにちょっとチェックポイントを作ってみました。5つあります。まず1つ目、諦めた出来事に対して悔いやわだかまりが一切ない。2つ目、やりきったと思える、すっきりしている。3つ目、それがあったから次に行けたと思える、または次のビジョンが見えている。4つ目、必要な過程だったと心から思える。5つ目、喪失感よりも充実感があるということでね、以上この5つ、一応ね、簡単に私の方で考えたチェックポイントなんですけれども、ぜひこれを基準にですね、過去の諦めた出来事がどちらの諦める、ギブアップなのかクリアアップなのかね、どっちに該当するのかというのをぜひチェックしてみてください。はい、それではここまでご覧いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどなどお待ちしております。次回もお楽しみに。またね。